はい、こんにちは、川瀬です。今日はね、今話題の同期のさくらに出演している高畑充希さんのマッシュウルフ、あんな感じのスタイルをちょっと切りたいと思います。じゃあ早速いきましょう。
はい、今日はね高畑充希さん風のマッシュルフを切ってみました。ちょっと重めのスタイルだったんで、もう一回毛量調節少し入れて、あと巻いてちょっとアレンジしたスタイルも今日は作ってみました。最近ねマッシュルフ人気なんで、まあ、チャレンジしてみたい方はいいんじゃないのかなって思います。はい、今日もありがとうございました。